こんにちは、ということで、教則ビデオということで2度目ましてになりますけども、T スクエアのベースの須藤充でございます。前回のビデオを撮りましたのがもう何年前でしょうね。5年前か6年ぐらい前になるんですけども、その時にですね、最後の締めに、また次回があるかも分かりませんがというようなことを言っていた記憶があるんですけども、まさか本当に2度目がやってくるとは思ってもいませんで、今回何をやったらいいものやら非常に困ってはいたわけですが、幸い今回はですね、T スクエアのメンバー全員で演奏しました。ライブ演奏も収録できるということになりましたもんでございますからして、これを使わない手はないだろうということで、その曲何曲かを使いまして、その中でですね、ちょっとあれこれ自分で考えているようなこととかをですね、説明できればなと思っております。そうですね、まあ僕が四郎吾の言うよりもその演奏している場所を、見ていただいて、聞いていただいて、それでまあ自分なりにこれは使えるとかこれはいらないとかいうのをですね、判定していただくのが一番分かりやすいわけですけれども、まあその中にですね、自分はこう考えるというのを僕がこの後ちょっと喋ってみたりもするんで、一つ参考になさってみていただきたいと思います。それではまずですね、最初にその T スクエア5人のメンバーで、演奏しましたこの曲をご覧ください。